アナスタシア・セルゲイ・エブナ・パブリュチェンコアは、ロシアサマーラ出身の女子プロテニス選手。4大大会すべての女子シングルスでベスト8進出がある。WTA ツアーで、シングルス12勝、ダブルスで5勝を挙げている。自己最高位は、シングルス12位、ダブルス21位。6歳からテニスを始め、2005年12月に14歳で、プロ入り。 パブリュチェンコアは四大大会女子ジュニア部門で、シングルス3勝ダブルス4勝を挙げ、早熟なジュニア選手として、早くから注目を集めていた。2006年全豪オープンでのジュニア女子、シングルスダブルス2巻制覇から始まり、同年の全仏オープンジュニア女子ダブルス優勝、全米オープンジュニア単伏制覇、2007年、全豪オープンジュニア女子シングルス2連覇。 全米オープンジュニア女子ダブルス優勝があり、16歳にして7つのグランドスラムジュニアタイトルを獲得した。現在の女子プロテニスツアーでは、15歳から17歳の若年選手に対する試合出場制限が強化されているため、パブリュチェンコアはしばらくジュニアトーナメントや ITF のサーキット大会群で試合経験を積んだ。2008年5月、パブリュチェンコアは モロッコフェズ大会のダブルスで、ソラナチルステアと組んで優勝し、ここで初めての女子ツアータイトルを獲得した。この後全仏オープンで一般の部にデビューする。10月にジャパンオープンで来日し、シングルスダブルスともベスト8に入った。2009年3月のインディアンウェルズマスターズ準々決勝で、 パブリューチェンコワーはジュニア時代からのライバルであるアグニエシュカ、ラドワンスカを7から6、6から4で破る勝利を挙げ、アナイバノビッチとの準決勝まで進出した。この大規模なトーナメントでのベスト4進出により、彼女は初めて世界トップ30に入る。4月には、女子テニス国別対抗戦、フェドカップ準決勝のイタリア戦で2試合に起用され、団体戦デビューも果たした。 全仏オープンにおいて、パブリューチェンコワは17歳10ヶ月で、第27シードに選ばれ、大会最年少のシード選手になった。全仏では3回戦で、第1シードのディマラ・サフィナに2から6、0から6で完敗した。2010年5月、パブリューチェンコワは、メキシコ・モンテレー大会で、ダニエラ・ハン・チュコバを1から6、6から1、6から0で破り、 シングルス初優勝する。2010年全米オープンでは四大大会初の四回戦進出を果たした。2011年は開幕戦のブリスベン国際でアリサクレーバノアと組んでダブルス2勝目を挙げた。3月のモンテレー大会では決勝でエレナ・ヤンコビッチを26、62、63で破り連覇を達成。全仏オープンでは四回戦で 第3シードのベラズ・ボナレワを7から6、2から6、6から2で破り、初の4大大,大会ベスト8に進出した。準々決勝では前年優勝者のフランチェスカ、スキア・ボーネに6から1、5から7、5から7で破れた。全米オープンでも3回戦で、ヤンコビッチを6から4、6から4、4回戦では、スキア・ボーネを5から7。 6から3、6から4で破りベスト8に進出した。準々決勝では、セリーナ・ウィリアムズに5から7、1から6で破れた。2014年2月の GDF スウェズオープンでは、決勝で、サラ・エラニオ36、62、63で破り、初めてプレミア大会のシングルスタイトルを獲得した。2016年ウィンブルドン選手権ではベスト8に進出した。 8月のリオ五輪で、初めてのオリンピックに出場した。シングルス2回戦で、モニカプイグに3から6、2から6で敗退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 p イコール開催延期 wg コールデビス z イコールデビス地域ゾーン po イコールデビス g イコールオリンピック金メダル s イコールオリンピック銀メダル sf b イコールオリンピック銅メダル nms イコールマスターズシリーズから降格 nh イコール開催なしありがとうございます